こんにちは、まぼです。はい、今回はですね、先日新大久保に行った時に購入してきた購入品第1弾のご紹介です。第1弾ではベースメイクの商品やアイシャドウなどのご紹介をしていきたいと思います。それでは紹介していきます。じゃんじゃじゃーん。はい、こんな感じでいくつか気になったものを購入してきました。1つ目はこちらです。じゃん、スキンフードの日焼け止めです。こちらは SPF50 の日焼け止めなんですが、主に顔などにも塗れるようなもので、メイク下地にも使えるようです。テイスト的にはこんな感じで本当に真っ白なんですけども、伸ばしていくとさらにこう白い感じなんですが、だいぶ白いんですけれども、反対の腕と比べてもだいぶこう色が違うと思うんですけれども、韓国の方ってメイク下地を使う時に結構お肌のトーンをパーッと明るくする方が多いようで、こちらは店員さんがすごくおすすめだということで購入してみました。こちらノーシーバームということもあって、はい、油分のねことも考えられているので、日焼け止めなんですけれども、あまりオイリー肌にならないようなものになっているそうです。オイリーっぽくはならないんですけれども、手に塗ってみるとすごく潤い感とかもあって、そんな乾燥したイメージもないのでいいかなって思います。まあ、顔だけではなくて、これからはこうね、首元とかもこう紫外線とか気になると思うんですけれども、メイクする時に一緒に塗れることがいいかなと思います。よかったらぜひ見てみてください。続いてはこちらです。じゃん、イッツスキンのクッションファンデーションです。中身はこんな感じで可愛らしいコンパクトになってるんですけれども、よくとこういう感じのコンパクトで鏡もついているんですけれども、あとはこういうクッションがついてました。なんとこちら2段に分かれているんですね。で、1段目がじゃんじゃじゃーん、こんな感じでコンシーラーになっています。そして2段目開くとクッションファンデーションのクッションが出てきます。すごい。コンシーラーの部分は結構こう練りタイプといいますか、潤いがあってしっとりしてるようなものですね。ちょっと見づらいんですが、コンシーラーの色はこんな感じで割とハイトーンなカラーかと思います。クッションの方の色はシーラーよりはちょっとマットっぽい感じがするかなと思います。店員さんにおすすめされて購入してみたんですけれども、韓国コスメ好きな方は結構知ってると思うんですが、イッツスキンというものはすごく韓国でも有名で人気なものなんですけれども、その中でも割と新しく出たクッションファンデーションで、コンパクト一つでベースメイクができるという優れものです。クッションファンデーションはちょっと何度か使ってみたんですが、クッションファンデーションって結構ツヤ感だったりしっとりするイメージがあると思うんですが、こちらはどちらかというとカバー重視でちょっとマット寄りかなっていうイメージでした。なのでツヤ肌っていうよりもこうカバー力が強いと思うので、ね、これを使う前にはスキンケアでしたりとか、あと下地とかをね、こう潤いあるものを使うようにするとよりいいかなって思います。はい、店頭ではちょっと2色しかお色展開がなかったんですけれども、コンシーラー付きのクッションファンデーションってちょっと想像したことなかったので、すごく便利だなって思ったので、ぜひよかったらチェックしてみてください。続いてはアイシャドウのご紹介をしていきます。1つ目はこちらです。じゃん、はい、ザ・セムのセムルアイシャドウ OR01 番のカラーです。こんな感じの、マットなオレンジのカラーです。手に出してみるとこんな感じのカラーで、マットかなって思ったんですけど、ほんのり細かいラメが入ってるかなと思います。ザ・セムのこういうアイシャドウは以前もご紹介したんですけれども、こちらのカラーは本当におすすめらしくて、まあ、ベースに塗ってもいいですし、これからでしたら春に向けてちょっとこう明るいメイクにも使えるかなと思って買いました。ザ・セムのアイシャドウは結構どのカラーも人気で売り切れ続出だったんですけれども、こういうカラーって私も結構いくつか持ってるんですけれども、割とラメが強かったりとか、実際に塗ってみたら発色しないみたいなことがあるんですけれども、セムのアイシャドウはお安いのに発色感が良くて、本当にこのパレットの色自体がちゃんと発色してくれるっていうところがすごくお気に入りです。種類もたくさんあるので、こう選ぶこともできるっていうことがあるんですが、ぜひ見てみてください。続いてのアイシャドウはこちらです。じゃん、キンフードのマイデザートアイシャドウS の01番のカラーです。ピンクなんですが、結構ラムネが強いカラーですね。手に塗ってみました。ピンクの発色感も本当に良くて、ちょっとざっくりしたキラキラしたラメが入ってるので、とても可愛らしいカラーだと思います。スキンフードのマイデザートパーティーのシリーズのアイシャドウも
すごく人気なのでご存知の方も多いと思うんですが、こちらは日本の店舗では売っていなくて、なので唯一こう手にして見れるのが新大久保のお店だったりするので、こちらもとってもお安いのに先ほどのような発色があるので本当におすすめだなって思います。こちらのシリーズは本当にプチプラですし、発色感もいいので、もう使いたい時に思う存分使えるっていう良さもあるかなって思います。先ほどのねカラーもあるんですが、こうちょっとね遠目で見てもだいぶ発色がいいので、はい、こういうピンクカラーが好きな方にもすごくおすすめだなと思います。続いてのアイシャドウです。じゃん、はい、同じくスキンフードのマイデザートパーティーの MO9 番のカラーです。こんな感じのほんとマットなブラウンのカラーです。手に塗ってみるとこんな感じです。本当に一切ラメ感がなく、ちょっと使いやすそうなブラウンカラーかなと思います。こちらも店員さんがおすすめしてくれたカラーの一つなんですけれども、本当にラメが一つも入ってなくてマットなカラーで、どんな場面でも使いやすいということで購入してみました。これ単色でももちろん使いやすいんですけれども、例えばアイラインだったりとか、あとはアイブロウに使うこともできますし、結構いろんな使い方ができるようなので、ブラウンが好きな方だったりとか、ちょっとマットテイストがいいなっていう方はこのシリーズを購入してもいいんじゃないかなって思います。上のものももちろん発色は良かったんですけれども、マットも本当に発色が良くて、本当にお肌に乗りやすくて馴染みやすいなっていうイメージがあったので、すごく使い回しができるかなって思います。今回購入したのはちょっと私が欲しかった濃いめなブラウンカラーなんですけれども、もう少しオレンジ寄りなブラウンだったりとか、もうちょっとチョコレートのような赤みがあるブラウンなどもあったので、好みに合わせて購入できるのがいいかなって思います。こういうカスタマイズ系のアイシャドウはポーチに入れてでも本当に小さくて使いやすいですし、おすすめなのでぜひぜひチェックしてみてください。はい、今回はこんな感じで新大久保で購入した購入品第1弾のご紹介でした。いかがだったでしょうか。お値段も本当に買いやすいお値段で、すごくよく使いやすいコスメばかりだったんですけれども、今回は本当に店員さんに付きっきりでおすすめしてもらった商品ばかりなので、自信を持っておすすめと言えますので、ぜひぜひチェックしてみてください。購入品第2弾の方ではリップのご紹介をしていきたいと思います。今回リップもいくつか購入したので、第2弾の動画も楽しみにお待ちください。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。